金丸にパンチを打っていく。この2人は果たして組むことがあるのかどうか。そして米は小川を連れて客席の後ろへ、あーっとラリアット、健太が塩崎にラリアットした。さあなんだなんだなんだ、リング上は金丸と健太が合体技を出すのか。あと椅子を持ってきて、健太が椅子を手にした。こんな健太は見たことない、こんな健太は見たことがありません。そしてガッツリ握手。これはタッグ結成どころかディスオベイ入りか、ケンタディスオベイ入りなのか。ヨネと今笑顔で握手。なんとケンタディスオベイ入り。こんなことがあっていいんでしょうか。ケンタがディスオベイに入りました。試合はもちろん反則裁定ですが、試合の勝敗は関係のない試合になりました。さあマイクを持ったケンタ、今日から新しいディスオベイの始まりだ。なんとケンタディスオベイ入り。今日も椅子を持って登場、平柳玄馬です。そして 2.16 後楽園大会からコスチュームもテーマ曲も一新したケンタ、あのイエローとブラウンのあのおなじみのコスチュームからブラックケンタと生まれ変わっています。身も心もブラックになって、今日はどんな攻撃を繰り出すんでしょうか。こちらがケンタです。気になるのは大会前ケンタが口にしたみんなが望むようなことが起こるというこの言葉。このディスオベイの面々が今日はどんリング内は無法地帯とかしている。アーチ外宝剣のリング上に椅子を持ち込むケンタ。これはこれまでのケンタの戦い方を考え合わせるとちょっと考えられない光景です。おっと、さあ今ケンスケを打ち滅して宮原健太に一発。8分14秒お筋肉バスターからの試合が終わってはいますが、ケンタ、モハメドネグミの勝ちでございます。宮原を場外に邪魔だとばかりに追放しました。そして今2人ががっちりと握手を交わしました。椅子です、椅子です。レフェリーが止めますが、レフェリーを弾き飛ばして、おっとこれは危険だ。おっとなんとなんとディスオベイのヨネに対して、そして金丸がブレーンバスター、ケンタが椅子攻撃、そしてゴートゥースリー。なんとディスオベイが仲間割れ、そして倒れたヨネの上にケンスケオフスの梶原を乗せてスリーカウント。これは波乱が起こりました。なんとモハメド・ヨネとケンタが分裂、金丸とケンタと平柳がヨネと分裂。いやこれは不安な表情を見せている平柳、これはどういうことでしょうか。ケンタと金丸がヨネに攻撃を加えていきました。そして平柳が健太に指示されて椅子攻撃をしろ、そんな健太、平柳に指示を出していますが、ちょっと待てと、ここはいやいや平柳攻撃してしまうか、椅子攻撃。
鬼滅のジャーマン、ケンタが捉えた、ゴーツースリー、佐野を眠らせた、アゴにヒット。新しいメンバーを紹介する、高山義弘、なんと高山義弘が脳回しに加入いたしました。その高山が脳回しの T シャツに袖を通すのか、かつてノーフィアとして日本マック界を暴れまくったその高山がなんとノーマーシーに加入。ノーマーシーがついにヘビー級にも進出であります。ケンタが、高山が、そして平柳が勝ち名乗りを受けます。ああさらに踏みつける、まさに無慈悲なノーマーシー、このケンタ高山、高山踏みつけます。うちのボスがやられてんの目の前で見て黙ってろって、そりゃ無理だ俺には。次そのベルト俺に行かせろ。杉浦来た、杉浦来ました。おお、チェットが入った、クリーンヒットだ。この試合の行方は誰もわからない。ケンタが張り手、杉浦崩れ落ちる。そしておっとここで蹴り上げた、左右からキックを送り出す。ここで杉浦青に入りましたね、今崩れ落ちた。そして膝のサポーターを下ろしたケンタ、こだわり行くぞ、3発目発射。今度こそ GAC に向かって行ったぞ。いろいろ森本とかいろいろやったけど、今日はっきり言うわ、出てよかった、ありがとう。思いがあると思いますが、まず、メインの試合改めて振り返っていかがでしたか。
乗れました。張っていく。先ほどの体勢からフェースロックに移行して足と顔面が決まるとゲームオーバー、終わらせるというその意味になるが、あーカウンター、立ち上がる、あーバックドロップ、どうだ、カウントは3つ決まりました。今年の3月5日、ここ同じ有明コロシアム、ヨネを裏切り、ディスオデイから決別、慈悲を忘れたユニット、ノーマーシーを結成しました。以来、常にノアマットの先頭を走り続けてきた健太が、ついに今日の有明コロシアム、ノアの頂点に立とうとしています。挑戦者、ノーマーシー、200番号、俺が勝てばノアが変わる健太。赤コーナーチャンピオン、アンム250パンド、白崎ゴー、ノアの頂き、それが GHC 塩崎ゴー。そこからグラウンドの状態から無理やり力を見せた。今度はどうだ、大骨を捉えた、あっと、ノアの歴史を変えるか、結果を出すか、距離ができた、左ハイ、右ハイ、速攻を狙って、やり合った、塩崎だ、先ほどはかわされた、ダメージが残っている健太、ブーンされた、有明海、高々と止まった、捉えた、一瞬の隙、終わらせる、終わる、終わるかもしれない。フェイスロックが加わる、ゲームオーバーに入った、どうだ、高々と上げてゴーフラッシャー、真っ逆さま返した、プレーのチョップ、そして張り手、左右から入っている、意識が飛ぶ、ラリアット、張り手を食らいながらラリアット、ワン、どよめいている有明、ラリアット、正面衝突、返した、さあそうなったら両の拳を握った、守るか GEC、 見せるか GEC、 プロレスの底力、リストクラッチした、ああ落とした、垂直落とした、変形のリバース DDT、塩崎が新たな改良技。